2011年にバンベルクで開催されたラートゲーバー展ラートゲーバーのサイン・ヨハン・バレンティン・ラートゲーバーはドイツの作曲家、オルガニスト、バイエルンのオーバー・エールスバッハ出身、オルガニストの父に音楽を教わった。ビュールツブルク大学で修士学、数学、法律を学んでいたが、後に進学に転校した。ベネディクト会の修道院に入り、1711年に 被災に除海された。修道院では、オルガニストや聖火台の指揮者を務めた。その後、修道院長に誘惑を申し出たが、許可は降りなかった。しかし1729年から1738年まで、無断で、マインツ、ボン、ケルン、トリーア、シュトガルト、レーゲンスブルク、スイス、ウィーン、シュタイヤーマルクなどを訪れ、旅先で支援者に作品を検定した。 期間後は修道院の獄につながれたが、やがて元の聖火大指揮者の地位に戻された。多作家で作品は数百に及び、南ドイツでは高い評価を得ていた。作品は宗教曲と世俗曲の両方があり、世俗曲には競争曲や耳を楽しませ、気分を和らげる食卓の砂糖菓子などがある。ありがとうございます。